あ、ご紹介に預かりましたボスギノンです。こんにちは。こんにちは。午後のセッションちょっと眠いかもしれませんがお付き合いください。ちょっとその前にですね、今から新しいバージョンリリースしますんでよっイエス。あ、今からちょっとチェンジログをあと何やったんだっけ。フィルター面、まあこんなもんで、はい、ゴーと。あ、今もう、あ、頑張ってテストやってるんですけど、これテスト結構かかって、パルリントのリポジトリクローンされたことのある方っています？お、いないと思ってました。いましたね。フルテスト走らせるの結構かかって、今だとまあ1分くらいかかるんですけど、まあちょっとそれまで、この画面、おっとすいません。ちょっとこれも切りたいな。諦めました。あ、溶けたマジで僕さっきこれテストしたんですけど、あー、こういうことがあるからプレゼントやめられないですね困るな。じゃあちょっとこれなしってことで残念でした。はい、それじゃあ発表の方に戻ります。はい、ゲットアナザーパールソースコードリンターパールリンターということでモズニオンがやらせていただきます。ベスト特賞ちょっと欲しいんで皆さんぜひ投票してください。はい、あともう一つ見どころがありましてですね、明日の4時から人手909さんという方が多目的教室さんでパールの静的解析入門とパールリファクタリングツールアップ PRT のご紹介という、投稿されるそうなので、こちらもぜひ行っていただければなと思います。静的解析が何かみたいな話は今回そんなしていないので、多分人手さんがしてくれるんじゃないかなと思います。はい、モズニオンと言います。ここにいるのが人手さんですで、パールリントというものを作っております。で、リリースもしております。で、次のスライド、これ本当は2位になる予定だったんですけど、ちょっと今、叶わぬ、まあ、夢と消えたんで、まあ、これはちょっと長くお聞きしてください。はい、パールリントとは何かっていうところからちょっと話したいと思います。パールリントとは何かっていうと、まあ、ソースコードリンターパール向けのっていうやつですね。で、まあ、それって知ってる、それってパールクリティックじゃんみたいな。パールクリティック使ってる方っていますか？お、半分くらい。そもそもパール書いてる人っているんですかまあ、それは置いといて、パールクリティック、まあ、割と使われてるということで、で、じゃあパールクリティックってそもそもなんだっていう話ですよね。ソースコードリンターパール向けのっていう、ちょっと待てと。そもそもソースコードリンターとは何ぞやっていう話題ですよね。まあ、ソースコードリンターとは何ぞやっていう話で、まあ、何かっていうと、ソースコード解析して、で、なんかバグになりそうなところとかを、こう、ペンって見つけて教えてくれる君ですね。で、まあ、サーチ&デストロイっていうことで、まあ、バグは、まあ、見つけたら潰さなきゃダメなんで、僕も、このセッション終わったらさっきテストこけてたところを直さなきゃダメなんですけど、まあ、サーチ&デストロイということで、まあ、バグを潰すためにやりますよという感じですね。で、まあ、具体的に言うとどういうことかっていうと、で、このコードにはですね、5箇所の、少なくとも5箇所の悪い点があるんですね。我こそは答えるぞって人いますか？5箇所あるんですよ、ここに。この短いコードに5個突っ込むのは大変だったんですが、じゃあ、誰かいないかな。じゃあ、新平さん。RS はい。が、それ if の方がいい。お、いいですね。はい、ファイルオープンしてるところが2匹数の、お、そうですね。のが最悪っていうのと、はい、その下のホワイルが絶対入らないっていう、はい。そうですね。さあ、あと2つあるんです。厳しいな。ちょっとすぐに分かんないです。じゃあ今からそれの答え合わせをしますけれども、まずおっしゃる通り、アンレスとノットが組み合わさるってもうなんかもう地獄じゃないですかはぁみたいな、ちょっとこれダメだよねっていう感じですよね。あともう一箇所あって、ここ実はノットとアンパってあれなんですよ、優先順位が違うからこれバグが起きやすいんですよね。でもう一つあって、まあさっき言った通り2匹数だと、オープンパールのオープンって2匹数は今セキュリティの問題があってやってはならない。やってる人っています？やってはならないんです。で、やってはならない。で、もう一つあって、オープンの戻り値を見てないんですね。これ戻り値見ないと、なんか本当にファイルオープンされてるのかどうか分かんない状態でファイルハンドル触ってうわーみたいな感じになって、まあ
ご就職様って言うんですよね。でさっき言った通り、この下のホワイト文にはこのリターンがあるから絶対に到達しない。あー、今の楽しかったですか？今のこのなんかコードの荒探し楽しかった人っています？おすごい楽しい人いるんですね。あの僕はあんま楽しくないと思っていて、これってまあ要はあれじゃないですか、皆さん大好きなあれですよね、コードレビューってやつですよね。今やってたのってコードレビューってやつなんですけど、ただ今みたいなコードレビューって果たして人間がやるべきコードレビューなのかどうかってとこですよ。どうですか、人間がやるべき、人間がね、もっと人間はクリエイティブ系の仕事をしてるじゃないですか。クリエイティブ系の仕事をやりたいっていう欲望みたいのがあって、でさっきの問題点って大体機械でチェックできそうじゃないですか。ほらこことかアンレス使ってたらまあ適当になんか機械的に if にしろやとか言えばいいし、ここのブール式のところもまあなんかヒエラルキー違うやつがあったら変えてやればいいし、変えろとか2引数だったらやめろとか戻り値見ろとか、そもそもここに到達しねえよとか全部機械がなんとかしてくれるはずなんですよ。で人間はミスるので、さっきみたいなコードをベッて見せてはいどうですかみたいなこと言って、あの新平さんも3つしか見つけられなかったわけですね。新平さんすごい人なんですけど、3つしか見つけられないっていうので人間はやっぱり見落としをしてしまう。で見にくいコードっていうのはまああれですよね、読みにくい理解しにくいコードって結構バグの温床みたいな感じになっちゃうんで、これをまあ潰してレビューしやすいコードにするっていうのが重要だと思っていて、で皆さん綺麗なコードは好きですか？綺麗なコード好きな人、じゃあ汚いコード好きな人、お珍しい。まあなんで我々が綺麗なコードが好きかっていうところにを考えるとですよ、まあ読みやすいコードっていうのはレビューしやすいコードとまあニアリーイコールだなと。でそれってつまりメンテナブルですよね。でメンテナブルなコードっていうのはメンテナブルなコードを育てていくとまあそれに伴ってメンテナブルになるんですよ。メンテナブルのそのいいスパイラルみたいなのに入って、メンテナブルはメンテナブルだし、メンテナブルみたいな、あ今すごいトートロジーみたいな感じでしたけど、まあそんな感じで、メンテしにくいコードって死ぬまでメンテしにくいコードのままなんで、まあそれだったらメンテナブルのいいスパイラルに落とした方が良いじゃんみたいな感じで、でそういうことをすると、まあ、人間はもっとクリエイティブな仕事というかそういうところに注目できるわけですね。じゃあ分かった、メンテナブルなコード、レビューしやすいコードをコンピューターに作らせようじゃないかということで出てきたのが、まあ、いわゆるソースコードリンターと呼ばれるものたちでございます。で歴史は結構深くて、1979年に初めて C 向けのソースコードリンターというのが世に出ました。まあ、C のコンパイラー、当時のコンパイラーが結構イケてたんで、まあ、リンターで見てやらないとやばいみたいな。まあ今だと例えば JS リントとか、今 JS リントじゃなくて JS ヒントですかね、 JS ヒントとか、まあ、あとは Java だと Find Bugs とか、まあ、最近出てる Ruby 向けの RuboCop とか、まあ、こういうのを皆さん使われているような気がしています。でまあ他にもまあ言語処理系レベルでやってるのもあると思っていて、まあ、Go とか Scala とか、まあ、その他ナウイ言語、パールがナウくないとか言ってるわけじゃなくて、ナウイ言語は大体こういう仕組みがある。でパールはそういうのあんのっていうところで、さっき言ったこのパールクリティックというやつですね。でパールクリティックめちゃくちゃ良くて、まあ使ってない人がもしいたら使ってほしいなと思うんですけど、あれリントを使うって話じゃなかったっけ、クリティックを使うというと思うんですけど、まあパールクリティック何をするかっていうと、あの PBP っていうダミアン・コンウェイさんが書いた本があって、それのなんかコーディングポリシーみたいのに、そのコードが従ってるか従ってないかみたいのを機械的にチェックしてくれる君ですね。でそういうのがありまして、まあコンピューターにそういう解析をさせるってどんなうまみがあるのっていう話になると思うんですが、まあコンピューターは文句を言わない。でコンピューター疲れないんですよね。もうこの時点もう人間は負けてるんですけど、であとミスをしない、ちゃんと書いてれば、あと大体の場合は早いっていう、この4つの利点みたいなのがあると思っていて、 あともう一つですね、こうまあ自動化ができる、
人間を自動化するとかってなんか聞いただけでゾッとするじゃないですか。人間は自動化ほとんどできないと思うんで、そういうのは機械にやらせるしかない。で、人間のコストって結構高くて、で、コンピューターのコストは低いと。じゃあ、だったらその低いコストでどんどんやりましょうよみたいなモチベーションになるわけですね。ああ、わかったわかった。でもさ、パールクリティックあるんだったらパールリント正直いらなくねって思った人います？ですよね。パールクリティックってすげえいいんですけど、ちょっと遅いんですよね。でかいプロジェクトになると、それだけでもうなんかパールクリティック走らせるだけで3分とか4分とかかっちゃって、ちょっとそれはワオっていう感じですよね。もうなんか我々はスピード感を大事にしなければならないみたいな、そういうのはあると思うんですけど、まあその間我々どうするかっていうと、まあコーヒー飲みに行くのもまあいい考えでしょう。あ、おしゃべりするのもいいでしょう。まあ昼寝、3分間昼寝するのもいいでしょう。まあスイングコプターズね、最近やってるんですけど、スイングコプターズやるのも良い。まあただ人生は短いので、こういうのはできるだけ高速化したいじゃないですか。ということでパールリントっていうのを作って、これいきなり速度比較なんですけど、まあこんな感じでパールクリティックが秒間18回実行できるのに対してパールリントが97回実行できるみたいな、まあ結構恣意的なベンチなんですけど、まあだいたい 400% くらい早い。まあこれなんか昨日ブログ記事が上がってて、必ずしもこうはならないっていうことが分かったんですけど、まあ分かってたんですよ、僕も。はい、イエー、早いぜ。あ、拍手とかされてもいいんですよ。まあそれ冗談で、まあ以降はそれのネタ明かしみたいのをしていきます。あ、ちょっとここで休憩で、なんでパールリントというものを作ろうと思ったかという話について、その経緯について説明します。あんま興味ないと思いますけど、あの TPF ザ・パールファンデーションというものがありまして、でその機関の、助成金を受けてこのプロジェクトはやってます。800ドルでやっております。TPF の助成金知ってる方っていますか？あ、結構いますね。 TPF の助成金何かっていうと、なんかパールコミュニティに対してその有益なプロジェクトがあったらそれにお金をあげるよっていうやつなんですね。でこれがあって、で日本人の野崎さんという方と、でマキさんっていう方が結構そこの偉い人に今年なられた、今年なって、でメンションみたいなの飛んできて、日本人がその偉い感じになったのに日本から一つもプロポーザー出ないのちょっとあれじゃない？って、ああそうですね、なんか出せはいみたいな感じで、で月日が流れ、でこんな感じになり、ここら辺、ここからもうほぼ毎日やってるんですけど、これ全部パールリントに全部リソースをぶんどられて、まだ未完成という話ですね。というわけで皆さんもパールリント TPF 興味あったらぜひ出すと良いと思います。じゃあ本筋に戻すんで、パールの静的解析ってどうやるか知ってる方ってもういます？あのこういう素晴らしい本があって、でこれこの前僕が書いたやつなんですけど、あのこれを読むと良いです。あ、冗談ですよ、今から説明します。2つの、まあ、主流な方法があって、ソースコードをトークン列に分割してそれを評価する方法と、でそのトークン列をさらにアブストラクトシンタックスツリーにしてそれを評価する方法っていう2つの方法が考えられると。で今回パールリントでは、このトークン列そのまま分割してトークン列を評価するという方法に、舵を切りました。でツールが2つあって、 PPI っていうものとコンパイラーレキサーっていうものが、まあ、今だとあるかなと。で PPI の方はさっき言った、パールクリティックの方でも使われているピュアパールで実装されたパールの構文解析みたいなものですね。でコンパイラーレキサーは、まあ後で説明するんであれですけど、まあ、パールリントはこっちのコンパイラーレキサーの方を使いましたと。でコンパイラーレキサーとは何ぞやということで、でまああっさり言うとすごい早いパール用のトークナイザー、トークンに分割する君で C++ で書かれている。でコンパイラーレキサーが早いんでパールリントが早いっていう、まあパールリントあんま大したことしてないなっていう感じなんですけど、まあコンパイラーレキサーが超早い。で他にもコンパイラーパーザーとかコンパイラーコードジェネレーター LLVM とかいろいろなものを、ゴッシーさんというハッカーが作られていて、ゴシーさんって今いらっしゃいます？残念。まあゴシーさんって方がいて、まあこれがすごい早くて良い。で
さっき言っていたのそのコンパイラーレキサーが出すトークンってどういうものかっていうと、こうマイダラフーっていうただこれだけのコードがあるとして、これをトークンに分割するとこういう風になるんですね。一番上がマイっていうバーデクル、変数の宣言で、ダラフっていうのがローカルバーで、まあ、ローカルの変数でセミコロンっていうこの3つのパーツに分かれるわけですね。でこれどこが何がポイントかっていうと、この3つがポイントで、データっていう、キー、このデータっていうキーは、まあ、そのままその人間が見るやつですね。でそれがマイで、カインドっていうのがあって、カインドはそのトークンがどのタイプに属、カインドに属しているか、それとあとタイプっていうのがあって、これは 何かっていう、これはバーデクルですよっていうようなやつがあって、この3つを見ると大体うまくいくっていう感じで、でこれを頑張って使ってまあパルリントは作られているんですわという。でこういう素晴らしい本があって、これは今月出たやつですね。これ今月版で、そのさっき言っていた作者のゴッシーさんが、今節丁寧にコンパイラーシリーズの説明をされているので、まあ、読むと良いですっていう感じですね。はい、でパルリントの内部実装の話に移ります。パルリントがどういう風にできているかっていうと、まあすごいシンプルで、トップレベルのモジュールがあって、でそれにポリシーズとフィルターズがくっついてるみたいな、ただこれだけ、すげえシンプルで。ポリシーズって何ぞやっていうと、まあさっき言ったようなその PBP のポリシーに基づいたやつですね。でまあそのポリシーに引っかかると怒られて、引っかからなかったら、まあ、褒められはしないんですけど、まあ引っかからなかったらいいことですねみたいな感じになるっていうのを、まあこれがパルリントのコアなんですが、で特徴としてはそれぞれのポリシーが独立している、他のポリシーに影響を及ぼさないんですね。だからもし気が向いたら皆さんも自分のポリシーを作って戦わせることができる。だからすごい作りやすい。でサンプルを今からお見せしますが、まあ結構やばいコードが大量にあって、まあ目が腐るかもしれないので見たくない人は見なきゃ良いと思います。でこれが一番簡単なやつを持ってきました。これが一番簡単だった。これすごい簡単で、こうあってトークンズっていうので、トークンを入って渡されてきて、でそのトークンをフォーループでぐるぐるぐるって回して、トークンのタイプがビルトインファンクだったらあれで、でデータがタイだったらバイオレーションズにプッシュっていう風な、これ何かっていうと組み込み関数のタイを使ってたらダメよっていうポリシーなんですけど、こういう感じで基本的には実装ができる。これ超簡単じゃないですか。書けそうな気がしますよね。これ多分一番難しいやつを持ってきたんですけど、これ途中で切れてるじゃないですか。あとこれがあと8枚くらいあるんで超やばいという感じです。はい、でなんかその実装の特徴というか、あとバッドノウハウをちょっと書くんですが、 C スタイル4を作っている。皆さん1とか大好きですよね。それなのに C スタイル4、これは仕方がなくて、トークンを読み飛ばしたり、トークンを1個戻ったり、本当は戻るのはあんまりいい方法じゃないんですけど、トークンを1個戻したり、次に行ったり、次の次を見たり、次の次の次を見たり、最後を見たりとか やるんで、C スタイル4くらいじゃないとちょっと厳しい。しかしながらですね、これ PBP で C スタイル4使うなって思います。ちなみに C スタイル4を使うなっていうポリシーを実装してるんですけど、それも C スタイル4を使っています。はい、でもう一つリストユーティルエニーを使う、グレップの代わり。これなぜかっていうと、これはマイクロオプティマイゼーションの話ですけど、グレップは要素数が少ないと速いんですよ。ただ要素数多くなると著しく遅くなっちゃうんで、そこはリストユーティルエニーを使うと要素数の多いやつは速くなるっていう、それだけの話です。で正規表現はこれもベンチ取った結果なんですけど、正規表現遅くて、でそれだったらもうこんな感じでガーッと EQ をイコールをこうシリアルにつなげてやるぞみたいな、これもある一定の要素までは割と早く動く。でまああるいはハッシュを使うっていう方法があって、ハッシュ定義して、でそれを指定して if で見てやるみたいなこともするのと、あと
これあんまり良くないんですけど、関数読み出しがほとんどないんですね、この語パールリントのコードには。まあこれはただ単に僕がサボってるっていうのもあるんですけど、ちょっと関数読み出しのコストが高いっていうのが一瞬ベンチして分かったんで、ちょそれはまあ後々おいおい直していくかもしれないですけど、ファンクションコールがちょっと少ないっていうのと、あとすげえシンプルなパーツばっかり使ってて、例えば生ブレスとか、まああとは POPO、 あのパールん？パール？ん？プレインオールドパールオブジェクトですね、あのポジョみたいな感じの、そういうシンプルなパーツを使うというのが、まあ、実装上の特徴になってます。ちょっとコードを読んでくださいって言いたいんですけど、コードを読むとちょっと厳しい気持ちになると思うんで、これくらいにしておきます。あとフィルタリングのメカニズムについて説明するんですが、パールクリティックのデフォルトルールシステムっていうのがあるんですね。でちょっとこれ僕は難しいと思っていて、デフォルトルールの仕組みについて知ってる方っていますか？パールクリティックって全部のポリシーにセベリティっていうのがついていて、でそのセベリティに応じてフィルタリングが可能なんですね。で例えばセベリティが5とか4とかで、そういうざっくりした方法でしかフィルタリングができなくてちょっと厳しいなと。でパールクリティック RC とかを心を込めて書くとここら辺設定できるんですけど、ちょっと面倒いですよねと。パールクリティック RC 書いたことある方は分かると思うんですけど、ちょっと面倒くさいよねと。でパールリントはそこでどうしたかっていう と、全部のポリシーをデフォルトで見ます。で全部のポリシーから好きなものだけフィルターして、それは見ないよっていう風にするようにしました。例えばこれ ignore っていうやつをこのパールリントのあれだと忘れちゃった、まあ、new に食わせてやるっていう感じで、この例だとこの built in functions prohibit boolean grep と objects indirect syntax を見ないですよっていう風に指定している。でもう一個方法があって、フィルターっていうのも提供していて、例えばここだと like parl critic cruel みたいな感じで、 parl critic の cruel と同じようなフィルターができるっていうのを、まあ、提供しています。でもちろん全てのポリシーを自分でフィルターして何もさせないことみたいなのもできるんで、まあ、これ全部そうなんですけど、でこのフィルターっていうのももちろん自分で使えて、あ作れて、例えばこういう風にフィルターってすごい簡単な関数なんで、関数っていうか普通にこの arrayref をリターンしてやるだけでフィルターが書けるので、こういう感じでまあいいんじゃないかなという感じです。はい、でパールリントはさっき言ったようにデフォルトのポリシーっていうのを提供していて、まあこんな感じで今あるんですけど、パールクリティック、パールクリティックユーザーの皆さんも安心って感じですね。これを使っておけばパールクリティックと同じように使えるはず。イエイ。でこれがまあパールクリティックのなんか全貌みたいな感じです。でただインストールするのちょっと面倒いじゃないですか、パールクリティックとかパールクリティック、あ、パールリントとか、パールリントが絶対コンピューター入れたくない人とかいると思うんで、まあそういう人のためにパールリントプレイグラウンドというのものをこの度公開しまして、ちょっとそれ見てみましょう。あこれですね、これがパールリントプレイグラウンドってやつなんですけど、例えばここにまあこういうソースコードがあって、ちょっと見にくいですかね、よっ、まあこんな感じでソースコードがあって、でこれをガンってリントしてやるとこんな感じで出るわ出るわみたいなことができて、なんとシェアもできるいやこのシェア機能マジで重要で、ちょっとこれ後で説明しますね。シェアってやるとここにハッシュ値がついて、もうツイッターとかに投稿し放題ですよありがとうございますというパールクリティックなんていうパールリントプレイグラウンドというものを作りました。はい、でこれなんで作ったかっていうと、そうそう、プレイグラウンドみたいなのを公開する意義っていうのが僕はあると思っていて、フィードバックを得やすいんですよね。この手のライブラリーとかツールってどうしても皆さんのフィードバックが必要なんですよ。あとまあレグレッションテストみたいなのも大量に用意しなきゃいけないので、そういうのが必要で、そういう時にこういう手軽にパッと試せて、ここがこうで本当はこうなるはずなんじゃないのみたいなフィードバックが欲しくてまず作ったっていうのがあります。
で、まあ、あとはモチベーションが上がるかなみたいな、やってる感が出るんですよね。ライブラリーって結構僕は作るの好きなんですけど、ライブラリーって結構地味じゃないですか。本当にやってんのみたいな感じのがあると思っていて、まあそれだったら、まあ、人間見えた方が安心するんで、こういうプレイグラウンドでも作って、おらやってるぞみたいなのを出していくといいんじゃないかなということで作りました。まあそんな感じでプレイグラウンドをどんどん公開していくっていうのは非常に意義のあることなんじゃないかなと思います。はい、なんでプレイグラウンドをぜひ使ってみてください。そして、いや、まずい行動があったら僕にシェアしてください。で、今後の課題としましては、実はポリシーズを全部実装しきれていないので、ちょっとこれを実装しなければならないなというのと、あとノーリント、ノークリティックっていうコメントを書くと、そこの行って無視されるんですね。いくらそこに邪悪なコードを書いても、ノークリティックっていうコメントを付与するだけでそこは 見なくなるんですけど、これが今実装されてなくて、全部あの例外はなしよみたいな感じになっちゃう。ちょっとそれも厳しいので実装するっていうのと、あとテスティングモジュールやっぱ欲しいですよねと、テストファールクリティックみたいなやつが欲しいですよねっていうのと、あとはまあ GitHub と連携して、例えばプルリクエストガンと送ったら自動的にファールリント走ってコメント入って書いてくれるみたいなのもあると便利かなとか、あとはなんかファールリントの結果をコメントとして、トゥードゥコメントとして埋め込んでくれるみたいな機能があると、まあ便利かなみたいな。これルボコップがやってるんですけど、まあ結構原理便利なんで、まあこういうのもいいかなと。で、まあここまで聞いた皆さんだったらもう分かると思うんですが、ファールリントっていうのはまだ作りかけなんですね。本当は2ヶ月前にできてる予定だったんですけど、大体遅れるんで、まあまだ開発中のモジュールです。なんで、あとですね、そう、セグブイが起きるんですよ。あとアボートも起きる。で、プレイグラウンドあったじゃないですか。プレイグラウンド実はダラースラッシュっていう文字が入ってるとセグブイするっていうバグがあって、ウェブからプロセスを殺せるんですよ。やばくて、どうしたかっていうと、1リクエストごとにフォークさせてます今。これ今コード公開してるんで見ることができるんですが、今のパールリントプレイグラウンドやばくて、1リクエストごとにフォークしてコープロセスに飛んでやらせるっていう。で、そこでアボートとかされても、まあ本体はぶっ壊れないみたいな、めでたくはないみたいな感じで、そのセグブイとアボートは実はパルリントマターではなくてコンパイラーレキサーマターなんですけど、まあそこら辺もちょいちょい直していかないとまずいかなという感じで、コントリビューターを募集しております。今なんか僕一人でやってるんで。はい、じゃあ最後にデモをお見せします。パルリントのコードをパルリントで評価するとどうなるのかっていう。ちょ、何笑ってるんですか。何もおかしいところないですよ。パール、ハイフン、ですね、使い方としては、パールリントのインスタンス作ってやって、で、これにリントっていうのがあるんで、これにファイルを食わせてやるみたいなことをするんですね。で、使い方は至って簡単なんですよ。で、ここに、リブ、パール、リント、PM みたいな感じで、はいみたいな。あれ？わお、やべやべ、テンパってました。ってやるとどうなるかっていうと、めちゃめちゃ出るんですね。すげえ出てるみたいな。例えばここにあるやつがなんか、分かりやすいやつがいいですよね。分かりやすいやつ、ああこれですね。フォーループを使いみたいな。ここをなんでマップ使ってるんみたいな、ボイドコンテキストで。そういうなんかイテレーションさせるのにマップじゃなくてフォー使えやみたいなのを教えてくれたりとか、まああとこういう感じであったりとか、まあパールリントのソースコードはひどいっていうことが分かりましたね。というわけで、ほとんど発表は以上なんですけど、なんかパールリントについて何か質問とかある方いらっしゃいますか。あ、お願いします。あ、
は、PDP のものに基づいていくことですけれども、はい、独自のポリシーの拡張とかできるんですか？独自のポリシーの拡張もできます。ご自身でお書きいただくことも可能なんで。簡単に書けるんですか？簡単に書きます。簡単なやつは簡単に書きます。例えばこのモジュール絶対ユーズされたくないみたいなのあるじゃないですか。そういうのはすごい簡単に書けます。ただなんていうんですかね、この値がここに代入されててその値が使われているかどうかを見るみたいな、そういう複雑なやつになってくると、なんかポリシーが一気に300行とか超え始めて、おー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 みたいな感じになるので、簡単なやつだったら、はい、ありがとうございます。他に何かありますか？あ、お願いします。AST を使わなかった理由は、AST を使わずにトークンそのまま使った理由は何ですか？まあ2つあって、1つはコンパイラーパーザーがまだちょっと不安定で、あまりにも解釈できないコードが多かったというのがあって、本当はその AST を見た方が楽なことケースが多いんですが、ちょっとそれは難しくて、でそうなったっていう感じですね。で2つあるって言ったんですけど1つでした。ありがとうございます。他に何かあれば。なんかパールクリティックではこういうことできるけどみたいなのがあるとすごい嬉しいんですけど。じゃあもう一個いいですか？コンパイラレクサを昔使って、私も割とセグフォで落ちるイメージがあるんですけど、はい、あれはこの後どんどん安定していくような予定ってありそうな雰囲気なんですか？そうですね、多分大丈夫だと思います。セグ V で落ちるケースってなんかバージョンを追うごとに本当少なくなってきているんで、そこら辺のパッチも当てられてるみたいなんで、まあ、コンパイラーレキサーは今後ちゃんと使えるようになるんじゃないかなという感じです。ありがとうございます。他に何かありましたら、はい、あ、お願いします。ポリシー作るときに AST があるとなんかステートメント管理で移動できたりとかってすごい楽そうなイメージがあるんですけど、はい、この元の TPI の実装とに比べてこの辺は悪化したとか、この辺は良くなったとかってありますか？トークン列で見ることでなんか簡単になる場合とか。あー、難しいですね。基本的にトークン列を見て、でそれで自分で解釈するのって手作業で AST 組み立てるみたいなのと同じような作業で、そこら辺は本当は機械にやってほしいんですよ。だからトークンで見るのが優れてるかどうかっていうのはちょっと、分かんないですね。あんまり良くないんじゃないですかね。なんかトークン列で見てると途中で踏み込んで出たときにそこで終わりなのか、はい、カッコがあってまだ続くのかとか。ああ、そうですね。そこら辺はもう自分で手作業でレフトパレンの数とかを見て、そういう地獄のような実装が大量にあるんですよ。今カーリーブラケットが実は2つあるから、これはコードブロックの中でここでリターンとかされても、あ、でもここのコードは実は到達するからこれはエラーを出しちゃならないみたいな、そういうのを心を込めて書いてます。なんかこういうこと言うと本当にコントリビューターが一人もいなくなりそうなんですけど。他に何かあれば。大丈夫ですかね。じゃあなんか一人で3回も質問したらいいですけど、さっき、パールリントにパールリントかけて全然ダメだったんですけど、あれを全部直す予定っていうのはありますか？ですね、正直 C スタイル4以外使えない気がしていて、あれはまあ直らないんで、もうそれは不可能ですね。ホワイルを使うとかないですか？あー、ホワイルって PBB 的に OK なんでしたっけ？ OK ですね。多分 OK。 4の方楽じゃないですか？のがあって、多分パールリントはままですね。パールリントはパールリントで怒られ続けるっていう感じになると思います。他は大丈夫そうですかね。あ、お願いします。
まあ、技術的な話じゃないんですけども、あのコンティビューターを募集してるっていう話だったじゃないですか、はい、で具体的にあのどの部分のコンティビューターをしてもらえると助かるとかそういう話ってありますか。僕が実装したくないポリシーを実装してほしいっていうのが本音なんですが、ちょそれは難しいと思うので、難しいと思うっていうか、それってみんなやりたくないじゃないですか。副業ですよ、どうなると。まあそこは僕が追っかぶるとして、一番今求めているのはドキュメンテーションのコントリビュートを非常に求めていて、バルクリティックの各ポリシーって各ポリシーがドキュメントを持ってるんですね。だからバルミントって今各ポリシーはドキュメント一つも持ってないんで、何をするポリシーなのかがわからんみたいなことがあるんですね。だからドキュメンテーション関連のコントリビュートを実のところ募集しています。なるほど、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます、よろしくお願いします。よろしくお願いします今ラスボスみたいなポリシーがあってダイナミックスコープあるじゃないですか、あれを手作業で解析するっていうことを今やっていて、なんか知恵がある人がいたらそこら辺のスコープの解析とか教えてほしいんですけど闇です他に何かあればという感じですが、あとなんか性的解析友達みたいな募集してるんで大丈夫そうですかね。それじゃあありがとうございました。